ここで切り離しがなされて、こっちから後ろここで終わりですね、うん、こっちから、番線は広域って書いてありますけども、その番線は広域の上部ランプがついているところから、こっちより奥の方手前の方ですね、これがこれから番線アコーまで、まあ、新幹線という程度はなく各駅停車ですね。これから発車していきます。八つの日に向かう快速、新快速ですね。これが、こっちは逆に、姫路から発車する、後ろ4両が待機してまして、で多分万世阿保とかその方面から行ってる快速がもうすぐやってくるわけなんですけども、それとのドッキング作業ですね。さっきとは逆のパターンです。列車を発車いたします。ご注意ください。秋の電車懐かしいですね。昔の学研都市線とか環状線などでおなじみだった103、まあ、昔の国電系の電車ですね。2両編成に改造されてワンマンカーになってるんですね。5番乗り場、停車中の電車は21時36分、新快速、京都方面、八つ行きです。The train on track 5. まもなく5番乗り場、21時36分発、新快速京都方面、安行きが8両参ります。ここからどっか危ないですから、黄色い電池ブロックまでお下がりください。5番乗り場、電車が参ります。ご注意ください。
ご案内はご注意ください。21時36分発新快速安井駅西路8両編成到着します。危ないですので黄色い展示ブロックまでお下がりください。列車は間もなくします。一旦止まりますが連結作業ため再度動きます。作業が終わりますと前横のランプが点灯します。作業が終わるまで危ないですので列車が離れてお待ちください。列車まもなく一旦止まります。作業が終わるまで列車から離れてお待ちください。まもなく一旦止まります。ドアが閉まります。ご注意ください。なるほど、ドアを開けてこれ。